次に長妻明君、はい、長妻君。民主党の長妻明でございます。本日は質問の時間をいただきましてありがとうございます。総理中心に質問をいたしますので、端的にお答えをいただきますようお願いを申し上げます。まずいわゆる、アベノミクスでございますけれども、この政策のですね、最終到達点、最終目標というのはどういうものなのか、端的に教えていただければと思います。安倍内閣総理大臣。最終目標はですね、日本の景気が上昇して、そして、国民の給与が上がっていく、緩やかにずっと大体上がっていくという中において、力強く経済が成長していく、こういう状況を作っていきたいと、こう思っているところでございます。先般も日経新聞に、委員も務めておられた日経新聞にも出ていたんですが、景気ウォッチャーの調査においてはですね、株高を背景に小売りの売り上げが増え、円安でメーカーの受注が改善したという声が相次いだということでございまして、このウォッチャーの判断においては、2月の段階で現状では 53.2 ポイント、これは6年10ヶ月ぶりの高水準でございますし、先行きについては 57.7 ポイントというのは、これは過去最高のポイントになってきております。あと課題はこれからしっかりと実需が出てきて、そして収入が増えていく、そういう方向に向けてしっかりと政策3本の矢を前に進めていきたいと、このように思っております。長妻昭君。総理が冒頭おっしゃった給料を上げていくということが一つの最終到達点、これは私も同感です。経済政策の最終目標、お給料を上げる、そして雇用を拡大すると同時にですね、やはり GDP に現れない価値、子育てとか家事とか地域活動、これ数字に全く現れませんけれども、こういうものもですね、豊かにしていくというのも不可欠なところでございます。私どももですね、3年3ヶ月政権を担当させていただいて、その雇用を拡大、賃金を上げる、この目標に向かってですね、いろいろな取り組みをしてまいりました。一つですね、申し上げたいのは、我々政権に就いた時の失業率が 5.4%、そして政権を去る直前、失業率がですね、4.3% と、こういうことで大幅に改善をしてきたという自負はありますが、道半ばでございました。安倍内閣のですね、経済政策、私の理解では、上を引っ張り上げて、トリクルダウン効果というらしいんですが、おこぼれが下の方に落ちていくと、そして全体を豊かにしていく、ある意味では格差が拡大をしていく傾向にもあるんではないか、我々はですね、人への投資である格差是正策などを通してですね、下支えをして内需を拡大をしていく、そういうような形でですね、経済を再生をしていくと、こういうようなことで、金融緩和にしてもですね、初めて日銀と、私どもの政権文書を結んで、1% の物価上昇のめどという文書も結ばせていただき、そして成長戦略ということで、我々の政権の時にはですね、ライフグリーン、農林漁業、そして中小企業対策、4本の柱をですね、進めていくということで、自然エネルギーとか、あるいはナノテクノロジー、あるいは iPS 細胞を中心とした医療技術、医療環境技術立国を目指すと、これはですね、3本目の今やられている矢と重なる部分がありますので、ここは推進をしていただきたいというふうにも思っているところであります。そしてですね、我々の政策は公共事業についてはですね、現政権のような大盤振る舞いはせずにですね、財政規律を守りながら経済運営をすると、こういうような形で失業率、私は GDP よりもですね、失業率という指標というのは非常に重要だというふうに考えておりますので、このような対策を取ってきたところです。そして安倍総理にもう一点お伺いしたいところは、そのアベノミクスを進めていったときにですね、格差は
今よりも拡大をしていく方向になるのか、そうでないのか、ここら辺はどういうふうにお考えでいらっしゃいますか。安倍内閣総理大臣。まずですね、今の経済政策を進めていくことはですね、国民の収入を増やしていく、まあ、これはこれしかないという道と言ってもいいんだろうと思います。つまり今までのようにデフレを続けて、だらだらとデフレを続けていたのではですね、すでに50兆円の国民の収入が失われているわけでありますから、まず取り戻すことから始めなければならないということであります。当然ですね、その中において、頑張る人が報われる社会でありますから、大きなこれは富を作り出す人も出てくるかもしれませんが、基本的にはですね、その中で景気が上昇していくことにおいて、生産性も上がっていく中においてですね、3本の矢を打っていくことによって、そのことによって例えば最低賃金が上がっていくことにも、つながっていくわけであります。ですから、我々としてはですね、日本人として、いわば許容できる範囲内に格差が収まるようによく見ていきたいと、こう思っておりますが、例えば、株価が上がっていく、これは株を持っている人だけがですね、利益が上がるかといえば、例えば年金の運用においてもですね、安倍政権ができて、これ5兆円運用益が出たんですね。消費税 2% 分ですよ、株価の上昇によって。あるいはまた、JT、タバコ産業の株を売却をする。これは被災地の再建に役立てるために、JT のタバコの株をです、タバコ産業の株を売却をしますが、この最近のですね、株価の上昇によって、当初、民主党政権時代に見込まれていた5000億円からですね、9700億円、つまり4700億円もですね、皆さん、これは被災地のために使えるようになったんですよ。つまり、これは単に株価の上昇というのは、株を持っている特定の人が利益を得るのではなくて、広く多くの方々に金転することも可能になっていくんだろうと思います。同時にですね、それによってですね、資産効果が出てきますから、先ほども日経新聞の記事からですね、街角景気ウォッチャーの話をさせていただきましたが、お金を使ってみようかなと思う人が、お金を使っていけばですね、小売店の利益も上がっていく、小規模事業者の収入も増えていくということにもつながっていくことを期待したいと、このように思っております。長妻昭君。格差については拡大をするのかしないのか、ちょっと明確なお答えがなかったんですが、当然その年金の運用でですね、株価が上がればそれはその分年金の運用利回り上がりますから、それは収益は上がりますが、ただ下がればまた元の木阿弥ということで、これ持続可能かどうかというのが大きなポイントだと思っております。その格差拡大についてはですね、総理のちょっとご意見をお伺いしたいんですが、格差を拡大する、これ小泉内閣ではですね、小泉総理は格差拡大ということは悪いことではないというような趣旨のご発言もされておられましたけれども、その格差を拡大するということについて、これはやむを得ないと考えるのか、あるいは格差を是正するというのは国の重要な仕事の一つと考えるのか、どちらのお立場でございますか。安倍内閣総理大臣。安倍政権においてはですね、いわば分配だけを考えてですね、縮小均衡をしていくという考え方は取れません。我々は経済を成長させてプラスアルファの富を作っていく、そのことによってですね、国民みんなの収入を増やしていくという政策を取るわけであります。その中においてですね、能力のある人がみずみずしくその能力を生かしていく、世界の中で能力を生かしていくことによってですね、頑張って稼いでもらいます。当然その中で税金もたくさん払っていただきますし、社会保険料も払っていただく、それがあってこそのですね、社会保障制度なんだろうと思います。当然ですね、日本という社会はやっぱり、みんなで朝早く起きて田を耕して水を分かち合って収穫を共に喜ぶという社会ですから、日本というのはですね、ある、この許容できる、範囲というものもあるんだろうと思います、格差の。と同時にですね、そしてその格差が固定しない、何度でもみんなチャンスがあると、チャレンジできるチャンスがあるということが大切なのであったですね、一生懸命頑張った人も、いや頑張らなかった人もほとんど同じですよという社会は決して私はいい社会だとは思わないということは申し上げておきたいと思います。
長妻昭君。これは二律背反じゃないと思うんですね。その格差、例えば分配か成長かどちらですかと、こういう立論される方いらっしゃるんですが、それはその何にも成長しないでパイがなくて分配っていうのはこれはナンセンスであります。これはその通りだと思います。我々もですね、当然その成長を求めていくということは当然ですけれども、格差がですね拡大しないように成長させていく、これこそがですね経済成長のむしろ基盤を作る。格差をですね拡大させないということは、これは海外のリチャード・ウィルキンソンという、イギリスの社会疫学者が有名ですけれども、格差が拡大すると、これ資料も入れておりますが、お子さんの学力が下がっていく、あるいは格差が拡大する社会においては、富裕層もですね、精神疾患が増える、あるいは犯罪が増えていく、そして社会が不安定になるということで、格差を一定程度に抑えるということは人への投資でもあってですね、社会の活力と経済成長のむしろ基盤を作っていくという考え方も、これもですね、きちっと堅持をしないと私はいけないと。我々の政権はそういう格差是正策をですね、いろいろ取ってきたつもりです。求職者支援制度、今までは失業者の方にお金を差し上げるだけでありましたけれども、これは職業訓練も同時にですね差し上げたり、あるいは子ども手当、中学生にも今も支給を月1万円されておりますし、あるいは高校の無償化、こういう人への投資、格差の是正策というのもですね、経済成長の基盤を作るというお考えもぜひ持っていただきたいということもお願いを申し上げます。そしてですね、私が気になりましたのは、総理が施政方針演説、私も読ませていただきましたけれども、年金という言葉が全く出てこないところでございまして、私は本当に年金制度というのは大変これは重要な、社会保障というか国民生活の中核を占めるものであるというふうにも思っております。で、総理にですね、お伺いしたいんですけれども、この年金制度についてはですね、今の制度を国家100年の計に立ったときに、微修正でいくのか、我々は抜本改革というのを申し上げておりますけれども、制度をですね、どういうふうにするのかという総理のお考えですね、抜本的に改革していくのか、今の制度のまま微修正でいくのか、どういうお考えをお持ちかお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。年金制度においてはですね、現在の年金制度の安定性については、御党のですね、野田総理も質疑において安定性は確保されているというふうにおっしゃっています。岡田副総理もそうであります。そのことを前提に申し上げたいと思うわけでありますが、累次にわたる改正によってですね、委員もご承知のように、マクロ経済スライドを導入をして、そして給付と負担のバランスに対して、給付に一定の水準のですね、抑制がかかるような、そういう仕組みを導入をしているわけであります。それにのっとってですね、デフレ下にあっては、これ、デフレにスライドしていくわけでありますが、インフレ下においてもですね、0.9% までは抑制されるということにおいて、給付においてですね、給付と負担のバランスを取るような、そういう仕組みを作っていることによってですね、基本的には安定性は確保されていると言ってもいいんだろうと思います。しかし同時にですね、低年金者、低所得者に対する対応も必要なんだろうと思いますし、そして被用者年金をですね、被用者年金についてのですね、ついての統合ということを進めていくということについてもですね、進めていくということなんだろうと思いますが、そういう必要な改革を行っていくことによってですね、年金制度に対するさらなる信頼を高めていきたいと、このように思っております。長妻昭君。これ残念ながら、被用者年金一元化もこれ法律通っておりまして、抜本改革とは程遠いと思っております。国家100年の計に立ったときに、やはり今の年金制度、受給額のですね、格差がもう大変、低年金と高い年金をもらっている方々の格差や、あるいは無年金者が非常に多いと。
自営業の年金であったはずの国民年金がですね、今は非正規の方の年金になって不安定雇用年金の様相を呈していると。あるいはこの転職するたびにですね、自営業から例えば公務員、公務員から自営業、あるいはサラリーマンから自営業とか、まあ、年金が変わってしまうというようなこともあってですね、やはりここで、国家100年の計に立てばですね、抜本改革しなきゃいけないというふうに思っておりますので、これ三党協議も国民会議もありますので、ぜひそういう議論を進めていただきたいというふうにも思います。そしてですね、今格差の話を申し上げましたけれども、一つ我々大きくこの心配をしていることがあります。低所得者の方のですね、対策が削減をされて、日本国の低所得者の方が大きく負担増になるんではないかという懸念を持っておりますので、それについて質問をさせていただきたいと思います。これはですね、主な高齢者政策ということで、この生活保護の基準が引き下がるとですね、これまでの前例としては、この個人住民税の非課税ラインがですね、下がると。この個人住民税については、非課税か課税かの所得ラインについては、これ、総務省の文書でもありますけれども、個人住民税の非課税限度額については、生活保護基準を勘案して設定をすると、こういうことになっております。常識的に考えると、生活保護の基準が今年8月に戦後最大の下げ幅、最大の下げ幅として下がるときに、地方税の最低ラインも下がると。そうすると、税金を今まで地方税払っておられなかった低所得者の方が払うようになると同時に、この個人住民税が非課税の方に対する優遇策というのもかなりたくさんあるんですが、これ主な3つだけピックアップしましたけれども、例えば介護保険料、これは国の基準額ですけれども、非課税の方は地方税非課税が3729円が課税になるとですね、6215円1ヶ月に保険料がなると。これ今非課税で、この3729円のラインにいらっしゃる方が1727万人もですね、大きくいらっしゃると。で、特定入所者介護サービス費、これは特養とか老健に入っておられる方の1ヶ月の負担でありますけれども、非課税の方は3万円ですけれども、これが課税になると5万2000円で、今3万円の非課税の枠になっている方が89万人おられると。これが非課税のラインが下がると課税になって、この89万人の中の何人かはですね、この高いラインになっていく、低所得者にもかかわらずですね。で、もう一つは高額介護サービス費利用料負担ということで、いろんな介護を受けてもですね、上限が決まっておりまして、日本では1ヶ月2万4600円ということでありますが、これは非課税の方々ですけれども、課税になると3万7200円と、非課税のこのラインに入っている方が85万人ということでですね、非常に心配をしているところでありますが、総務大臣にお伺いしますけれども、今回8月にですね、2.2% という戦後最大の生活保護基準下がりますが、これは地方税も勘案して決めるわけでありますので、これ地方税についてはですね、この生活保護基準というのが一番大きい地方税最低ラインを考えるファクターになるというふうに考えてよろしいんですか。新藤総務大臣。この個人住民税のですね、非課税限度額、これは確かにその非課税限度額を定める際の参酌する基準として生活扶助額、これが設定されている、勘案されていることはございます。しかし現実の作業といたしましてはですね、これはまず最初に国民の皆さんに不安のないように申し上げなきゃいけないんですが、25年度のこの影響はございませんということですね。25年度の生活保護の基準が見直しされるのは、この25年の8月以降で分かってくるわけでありますから、それを踏まえてこの26年度の税制改正が行われて、そこでこの税制改正論議の中で、また与党の税調の中でですね、この住民税の非課税限度額の数字をいくらにするかと、これはこの税調の中で議論されると、その中でそれを踏まえて我々としては措置をしていくと、こういうことになるわけでございます。委員長。
長妻昭君。まあ勘案するというお話ありましたが、今おっしゃったようにですね、8月から生活保護基準が大幅に下がるときに、これは今年度ではな、来年度ではなくて来年の4月からの課税最低ラインが変わる可能性があると、つまり今年の年末にですね、議論をすると、こういうお話だったと思います。私もいろんな専門家の方に、学者さん、あるいは官僚の方にもですね、綿密にお話をお伺いしましたけれども、やはりこれだけ生活扶助基準が下がれば、それはもう下げざるを得ないと、いくら政治の力でですね、何かがあったとしても、これは税は理屈ということなんで、それはそういう方向になるだろうという話も聞いておりますので、大臣からもそうは連動させないというお話はなかなかできないと思うんですよね。で、もう一つですね、心配なところ、日本はですね、子どもの貧困率、相対的貧困率、格差というのが大変大きい国です。この日本は、これは専門家の中では驚きを持って迎えられた数字があるのが、所得再分配をした後にですね、後に先進国で唯一日本だけが子どもの格差が広がる、相対的貧困率が高くなると。普通は所得再分配する、社会保険料を払ったり税金を払うとですね、格差が縮まるんですね。お年寄りは縮まりますが、日本の場合はお子さんの格差、お子さんの世帯の格差はむしろ拡大する。つまりいろいろな社会保険料や税金がですね、やっぱり高齢者かなり偏重型になっているということもあり、そして一人親のですね、相対的貧困率、格差は先進国 OECD30 カ国で一番高いという、こういう問題があります。その中でお子さんに関してもですね、今と同じようなメカニズムで心配があるわけでございます。つまり生活保護基準を前提にですね、決めている生活保護受給者じゃない方々の低所得者のお子さんの対策もですね、あなたは低所得者だというふうに認定された方がですね、今年の8月から生活保護基準が下がると、生活保護じゃないんだけれども低所得者の定義も下がりますから、あなたは今日から低所得者じゃありませんから、これは受けられませんと、こういうような懸念が非常にこれ広がっていて、格差が拡大をするということのあっては私はならないと思っております。例えばこの就学援助というですね、まあ私の地元では公立中学校のお子さんの3割もの方が受けておられる低所得者対策、これは現行でいうとですね、給食費や修学旅行などの実費がですね、全額出ます。ところが対象から外れるとなしになる。で、今この対象の方が全国で142万人もお子さんがいらっしゃる。そして高等学校等就学支援金というのは、これは1ヶ月月額ですけれども、さっきは年額ですね、月額でありますけれども、これは高校無償化に伴って、民主党がやった高校無償化政策に伴って、私立学校もですね、補助を出すようにいたしました。1万9800円の補助が毎月出ておりますけれども、これがですね、対象から外れると1万4850円ということで減る。で、幼稚園就園奨励金補助と、これも年額であります。公立は2万円、私立だとですね、かなり大きい金額、これ基準額でありますけれども、年間19万6200円出る。これもですね、減る。これは補助ですね、補助額がご家庭に出るということであります。そして自己負担でいうと、保育料月額がですね、この現行の制度で住民税が非課税の場合はですね、9000円、1ヶ月、これがですね、非課税から外れると1万9500円ということで、これは3歳未満の方です。3歳以上であると6000円から1万6500円、まあ、いずれも約1万円ですね、増額になるということで、これは私立だけが集計されておりますが、保育所、私立保育所に入っている方だけで、今優遇を受けている方が約18万人、公立はもっといらっしゃるだろうということで、ありますけれども、これについてですね、私文科大臣に2月7日に質問したときに、文科大臣は胸を張ってですね、この制度、1、2、3、4つ、これについてはですね、対象は現状のまま維持すると、生活保護基準が下がってもですね、ここの基準は一切変えないで、
対象は、この対象者は現状のまま維持しますと、こういうふうに明言されたんですが、これは本当ですか。下村文部科学大臣。お答えいたします。まず子どもの貧困化の問題はですね、これは貧困率がさらに高まるようなことがあってはならないというふうに思いますし、本当では山野井議員がですね、子どもの貧困化対策防止法等議員立法でお考えになっていると、これについては自民党でもですね、これに対応して議員立法の準備をすることによって、貧困がさらにですね、連鎖しない、それが子どもの教育環境を悪化させないような対応をするように、自民党としても努力をさせていただきたいと思います。そして今回のですね、文部科学省の関係では影響が生じうる就学支援については、これは影響が出ないようにしてまいりたいと思います。すでに平成25年度の予算案においては、従来ベースの事業実施に必要な予算措置がしているわけでございます。でその上で国の仕組みを手当てする必要があるものについては、基準見直しの時期が8月であることを踏まえ、影響が生じないよう適切な措置を講じることとしておりまして、また、準・要保護者に対する就学支援など、これは地方自治体が実施する事業でございますね。この各自治体に対しては、国の取り組みを説明の上、その趣旨を理解していただくよう依頼をすることとしております。それだけの財源は25年度ですね、用意をしてあるということでございます。そして高校無償化の問題が出ましたが、これはですね、我々は民主党政権における高校授業無償化は抜本的に見直しますが、しかしですね、廃止をするということではなく、継続します。で、我々としては、さらに低所得者により厚い手当をしていきたいと。それから、公私間格差を是正をしていくと。こういう観点から、実際の、これは実行は平成26年度以降になりますが、今まで以上にですね、この生活保護が切り下げになったとしても、高校授業料無償化については、26年度以降、より手厚い対応するように、今、準備をしているところでございます。長妻昭君。今、にわかに出た話でありまして、生活保護で下がった分を補填する拡充であればですね、同じということだと思います。前回の答弁ではですね、基本的には、下げさせないと、減らさないと、現状のまま維持するというふうに断言されましたけれども、できるだけ頑張るというような答弁になったのは、これは実際、我々も地方自治体なんですね、この就学援助、例えばやってるの、事業主体は。ですから、国から補助金出てないんですよ。そういう意味では、その国がですね、ああしろ、こうしろっていうのは、なかなか難しい。地方自治体も多くの方にお話聞くとですね、それは独自にやらせていただくというところもありますんで、私はこういう形がですね、現実のものに8月以降、あるいは来年度、再来年度以降ですね、なってくる可能性が高いというふうに思っておりますので、ぜひ、お考えをいただきたいと、格差是正策、お考えいただきたいと。そしてもう一つは、この生活保護本体の話でありますけれども、この特にですね、今回、戦後最大の引き下げということで、特にお子さんを持っておられる世帯が、生活扶助でいうと最大 10%、3年間で下がると。で、生活保護はですね、7人に1人がお子さんなんですね。そして貧困の連鎖ということで、4人に1人のお子さんが生活保護を受けててもですね、大人になっても生活保護から抜けられない、これ貧困の連鎖が起こっております。我々の政権でこれをなんとか是正をしようということで、いろいろな母子加算を復活したり、児童扶養手当父子にも出したりですね、いろんな手立てをいたしましたけれども、それが非常に手薄になっているのではないかという大変危惧を持っています。もちろん生活保護は不正はこれ犯罪ですから、徹底的に取り締まるということで、我々の時に強化をして、この告発件数も増えているはずであります。また、全国のですね、銀行協会とも連動して、口座をですね、お一人の方を申し上げれば、全国の銀行の口座が調べられる体制も、我々の時に構築をいたしました。不正はもちろん徹底的に摘発しなきゃいけないんですが、これごっちゃにしてですね、全部が全部、何か、おかしいような議論というのは、私は大変危険だと
思っているところであります。今ですね、その生活保護の自殺者の方の率を調べましたら、私驚きました。平成23年の率が最新なんですが、10万人あたり生活保護の方の自殺者が58人で、生活保護じゃないというか、生活保護も含む日本国全体でいうと24人ということで、自殺率が倍でございまして、これは本当に注意深くですね、我々、憲法25条、国家の礎の大きな一つだと思っております。その意味でですね、私自民党のやり方というのは非常に乱暴だと。我々も生活保護を見直すなとは言いません。我々も見直しを検討しておりましたが、これほど一律にですね、10% 最大で下げていくということ。これ、例えば、属性をこれ見ていただきますと、生活保護の方、高齢者世帯が 43% なんですね。母子世帯が 7.4%。障害者の方は 11%。もちろん、一般ご家庭よりも比率は高い。傷病者が 19.1%。うつも多いです。その他の世帯というのは 18.5% ということで、その他は若者かというと、全員がそうじゃないんです。これ世帯主の話ですので、世帯主が現役の方で、例えばこの中には1割ぐらいはですね、65以上の方もその他世帯でいらっしゃるわけでありますので、それぞれきめ細かくですね、その中身を見て、そして見直すという議論、そして他へ制度を波及しないという議論、これが私はですね、非常に重要だというふうに感じてるんですが、これ総理、今までの議論を聞いていてですね、どういうご感想をお持ちか、ぜひ一言お願いいたします。田村厚生労働大臣。総理。あのですね、その今、子どもの世帯の話が出ました、生活保護で。でこれはご理解いただきたいんですが、そもそも生活保護の見直しは前政権下で進めてまいりました。しかし一方で 4.8% 物価下落分が大きいという話がございましたが、今子どもの世帯では 10% 下がるという話がありました。 4.8% 物価部分でありますが、それ以上に 5.2% は民主党政権下から進めてまいりました歪みの調整でかかってくるんです。ですから、これは我々の政権が 10% 子供の世代に狙い撃ちですね、引き下げ幅を大きくしたようなイメージでありますけど、そうではないということはご理解をいただきたいと思います。まあ、その上でですね、それぞれの分野に関しては、例えばもうご承知だと思いますけれども、高齢者の方々は今回歪みの調整でそれほど下がらないと。それから障害者の方々は、障害者の加算が生活保護にはございます。子供たちには当然のごとく教育扶助等々いろんな制度がございますので、そういうもので対応させていただくということでございます。安倍内閣総理大臣。基本的にこの生活保護はですね、生活保護は、生活を普通にしていて、しかし不幸にして、この生活あるいは仕事の基盤を失う場合がありますから、あるいは病気をしたということもあるでしょうし、その時にですね、しっかり文化的な生活を保障する、まさにこれは委員がご指摘になったように憲法で保障されているわけでありますから、当然この生活保護制度しっかりとしたものにしていかなければなりません。まあ、同時に国民的な支持、まあ、これは国民から集める税金で給付をするわけでありますから、国民的な支持も必要ですから、不適切な給付があってはならない、これは当然のことなんだろうと思います。まあ、その中でただいま厚生労働大臣が答弁したように、まあ、今回の是正はですね、まあ、歪みを適正化するということであって、まず削減ありきでは全くないし、財政的な要件からそういうことを行ったわけではなくて、あくまでも歪みを適正化していこうということであって、まあ、その中においても、まあ、子どもたちやお年寄りはお年寄り、あとはまた障害者の方々についてはしっかりと目配りをしているということでございます。長妻昭君。まあ、どうしてもですね、その人への投資が非常に手薄になって、コンクリート、公共事業、15ヶ月予算で言いますとですね、7.7 兆円の公共事業で、我々の時の 1.5 倍ぐらいと。これ公共事業についてはですね、先進国の中でも今でも高い方なんですね。どんどん下がってきておりますけれども、これがまた先進国の中で高止まりをすると。そしてもう一点ですね、このプライマリーバランスでありますけれども、これについてもですね、
新しい試算では国際公約のが果たせないのではないかと下の赤いところまで落ち込んでおります安倍政権で、これについても懸念をしておりますので引き続きの審議を要求をして私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて長妻君の質疑は終了いたしました。